私があの説教の前にあの証しをします。先生に頼まれたので今まだ頭に組み立てないけど <laughs>。はい。はい。喜んでお貸ししますはい。えっ、ー、と、今日は先生がですね、あの素晴らしい証し、あの説教されるんですね。

人々を祝福する年にしなさいと主が語られました今年この教会僕先生にそれを示されて人々を祝福しなさいと今日先生説教されるんですそれで私は主よ誰を祝福しましょうかとお祈りしました そしたら、主は、あなたがクリスチャンになって、これまであなたをお世話してくれてね、お世話になった牧先生たちに贈り物をしなさいとて主が語りました。<laughs> まず18歳の時に、私は宮古島のキリストの教会のところで洗礼を受けたんです。 石嶺、uh, ・イサオという先生です。現在、もまだ僕会帰しておられて、もう92歳になられます。本当に素晴らしい先生ですね。その先生に私は、心を込めて贈り物を研究させていただきました。So, I その後私は2週間ぐらいしてこの沖縄本島にナーシングスクールに入るために来たんですね。School, to, uh, はい、そしたらその時に私は教会に行き始めたんです。 <A> church. その時私は世話してくれた島袋栄子という先生がいらっしゃいます。E、ネバフォードチャーチで日本語礼拝をしてたんですね。 私が一番最初,の最初の一人ぼっちのクリスチャンでした。日本人礼拝でね。この先生は、でも30代でしたね。私はとても愛してですね、弟子にしてくれたんです。日曜日終わったら、今度は夕方、辺野古にですね、外人の、アメリカ人の兵隊たちと一緒に、天道に一緒に連れて行ったり。

フューヤスミニナテナセ h ミニ c h ツシアにヤコジマニカヤナイデ私コノセンセオタクにオセハマヒガジマノデンドネツリティタリソノチカクノマタチュビオノチカクの近くのねブラックの公民館で電動ね。 手伝わしたりして私は訓練したんですよ。独身の独身の女性の先生でしたから私は自分の家に泊めてですね私は本当に弟子化してくれました。 彼女はあれしてないはこういう人言わなかったけど私はそういう人と一緒に、ね、行動することによって伝道者になりたいって思いになったんです。So, ああ、uh, 私は学生の頃から、看護学生の頃から、将来は私は医療専教師になって、貧しい国に行って福音を伝えるってもう決心をしていたんです。So even though I was still young, I decided to become a medical missionary overseas in the future. それで一番優秀な病院で訓練を受けて、五年くらいで準備して、その後で新学校行くっても計画していたんですね。So I wanted to I trained high wanted at a be very high level。 ランキングのハスピそしてそれしました。中部病院の私は東京に行って、トラノモンという病院でも働いてですね、5年間訓練した後、進学校に入ったです。今日私がいるのはこの先生のおかげです。 今年いててち、ね、ちょょっっっととと残念なこににアルツハイマー私の顔を覚えることはでできないですけれども私たち夫婦はこの何年かの間、先生を時々訪ねていって、 定期的に献金を捧げさせていただいて感謝をしています。このように本当のお世話になった先生を私は感謝をしています。何人もいらっしゃい間東京。 東京でまたお世話になって、私はその教会で、アッセンブリーの教会でした中心の教会ねそこにいた時は,私は精霊のバブスを受けたんです。石原、石原河川という僕先生です。美智子先生ね And the name is アセムリ教団の中心の教会ですね。ね、uh, この僕先生も私はとても愛して、ね、訓練してくれました。そして、まあ今日も年寄てですね。ご夫婦とも、老人ホームに入っていらっしゃいます。ですから、私は。<in> All uh, place. まあ、沖縄のマンゴーで、ね、送ったり、まあンキをさせていただいて、ね、まあ、あ他にもあのえっ、ー、といろんな先生方お世話になったので、それを数えてですね、サカイフク会の、カキア・ミソー先生が、また私の、この教会をよく指導してくれたんです。And also、uh,、Pastor Gakia、ミツオ・ガキア、he really helped our church、uh, before. どういういうにししてててね会をするかって教えてくれました。大阪ガスポーチョーチ。はい。はい。まあごめんなさい、ちょっと時間がないですから。まあそうして、田中正夫先生とかね、そのお田中正夫先生はもう召されていらっしゃらないので、ここに10年くらい、毎年来たんですよね。皆さん覚えていますか a pastor n o t h e r あなたのパス a ィーは、正夫田中。He used to come to visit our church about 10 years, every year. 奥様が生きてらっしゃるので、この奥様に本当に田中先生を心から感謝しますの、ね、私は贈り物させていただきました。そ、so まあ、からお世話になった方々おんもね、人の恩を知るというね、はい、そのことを私に深く語ってきました。そ、がっしぼくとみ、remember those who helped you, never forget, and あと今今は、具体的にはまた、自分の教会の兄弟姉妹やスクールの方々にね、自分がチャンスがあるために小さな新設をしましたね。そうしたら、去年はですね、今までにない誕生日の時に、私はもう本当に驚くほどですね、人々から、 愛されて、たくさんのお花もらって、ギフトもみんなもらって、若い人たちもね靴下までくれて、本当にこれから喜びました。教会からも、はいはい、こ,のこのお花もこのお花も私の誕生日にもらったお花です。<laughs> もう喜んでね、そして今度は教会に飾らせてもらって。<laughs> <laughs> はい、そして学校もね生徒たちがまたみんな色紙にねもう保育園から高校に至るまで色紙にですねみんないっぱいお祝いの言葉を書いてね本当にいただきました私は本当にびっくりしてね神様にとても感激してね足をありがとうってお祈りしましたそう

アメン。ですから皆さん、人を祝福すると、自分が祝福されます。そ喜びますね。この何年か私は家がない人、ホームレースの困っている人も、アガペアンスに泊めたり、教科の畳の辺に泊めたりね、1年半いる人もいるし、半年、する、はい、そういった方ともちょっとお世話させていただきました。 ホームレスというよりも困っているね家がなくて、ビーチで座っていたとかね。はいはいまあ、神様素晴らしいよね。う嬉しいですよね。みんな救われましたよ。あリ<れ>アもうございます。ありと長くなりましたからこれからいます。ておがとさせていただきますアうごアいま

In Hong Kong. あこの説教は私たちの母教会である香港611の礼礼堂のジョシュア・チョウジェセの説教でもあります。先生から送られた説教です。先週の金曜日の祈祷会で、 And, uh, I オンラインでご覧になった方もいらっしゃると思うんですけれども、え、uh, uh, まあ、ージョシュア、これは、私たちの生きている時の生きている時に、私た生に、主が語られた御言葉とおっしゃっている時たの生に、たてた パスタジョシュア先生はこのこの間これを宣言しました,でした宣言したしました今年はわしのように神の民は引き上げられるこういう説教です。Even though we see darkness この世界はまだ暗闇の中にいます。ウクライナの戦争や、もうコロナの問題や、世界中にスプレードしていますね。しかし、皆さん、今年、教会は引き上げられます。勝利します。こういう説教です。 そして、この詩幣の47辺を示されました。お祈りしたいと思います。天のお父様、ご自身の啓示をどうか私にお与えください。私を励まし、主を私を引き上げ、助けてください。イエス様の身なりをお祈りいたします。

まことに、意図高き方、主は、恐れられる方、全地の大いなる王。国々の民を、私たちのもとに、国民を、私たちの足元に従わせる。主は、私のためにお選びになる。私たちのお傷口を、主の愛するヤコブの誉れよ。神は、喜びの叫びの中を、主は、角笛の根の中を登っていかれた。 神に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え、我らの王に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え。まことに神は全知の王、巧みな音で褒め歌を歌え。神は国々をすべおめておられる。神はその聖なる王座についておられる。国々の民のたっとき者たちは、アブラハムの神の民として集められた。まことに一の盾は神の者の。 神は大いにあがめられる方。あめん。The key verse is from five to seven.God will arise. God 神は登っていかれたと書いています。God <will> descend. 神様は登っていかれた。そして私も共に 神と共に上ってから上がっていくのです。この上に上がっていくという、このキーなる鍵はですね、一つは、主を褒めたたえるということです。私たちが主を褒めたたえ、賛美し続けると、私たちは神様と共に上に上がっていくのです。

インドの非常に有名な預言者であるアントン・クルーズ先生が香港に来られてこうおっしゃいました。このアントン・クルーズ先生が香港の教会にこう言われました。毎年断食をしてください。 困難なな時代がやってくるですからそのために備えをしなさいこの僕先生が予言をくださったと、 実際に、香港には政治的ないろんな圧力が来ました。皆さんご存知だと思います。また、同時に、中国からコロナの問題、感染が起こって世界中に広がりました。今、私たちはウクライナの戦争を見ています。 この世界に困難な非常に大きな問題が次々起こっているのを私たちは見ています。そし、so、アントンクルー prophecy, all this started. の prophecy、こ本当にそうなりました。そし d このアントンクルーの先生が、予言をした後本当にそうなりました。そして、この時点で、40 days fasting それで、今日の夜、6日間のダンジキキトーシティン、イルソーです。Pastor Joshua received the promise from God from chapter 47 of the Book of Psalms.Pastor Joshua, Kotoshi, Sheheno Yonju, Naraheno Mikotobo, Shukara Shimesaremash.This year is a good year. 今年は良い年になります。教会は引き上げられます。神と共に上がります。神様は上がられ、上っていかれるので、教会も共に上がっていくのです。ハレルヤ皆さん信じましょう。ハレルヤ Receive this promise. あこの予言を私たちも受け入れましょう。信じましょう。God、なお、verse2、え says、uh,、God is the King of all the earth.2 世紀にこう書いています。神は全地のおいなるを。なお、そんな verse8、え says、8世紀にもこう書いています。God guides history according to his will. 神は国々をすべを治めておられる。God g u i d e このプリントを皆さん見てくださいね。8節には、御心のままに歴史を導かれる方。And <verse> 3, 3節は、God has given us 神は私たちに主と共に世を支配する特権を与えておられるラル、チョちコノ、ね、カミオチョトタチニボクデセン、コチョトゴミナサイ。v e r s, <S e に受け継ぐべき血を与える方スティ

神が登られきに、キリストの体である、身体である私たちもともに登ることができるのです。Now, それでは、どのようにして私は登ることができるのでしょうかこれが、超ジョシア牧クセに、掲示されたことですけれど、この5と7、 主を賛美するるここととによってもう一つの翼は世の人々を祝福することによって登るのののですこの世の人々を祝福するのです。 これはちょうど二つの翼和紙のわしの二つの翼に似ています皆さん和紙は二つの翼を持っていますね一つの翼と一つの翼は主を褒めたたえる主を賛美するもう一つの翼は人々を祝福する このように今年生きていくならば私も主と共に上がっていきます。皆さん、ですから今年はこの二つのことをずっと継続してなさってください。 皆さん、主を賛美することを私たちの教会は何年もしてこられましたね。私たちはこの教会を開拓した最初の年からずっと賛美礼拝をしているのです。それのために私の礼拝部は非常に驚くべき献身をされました。 彼らは、今日も、この40何年もの間、土曜日の夜、毎週毎週来て準備をするのです。時には彼らはですね、断食をしてこうして備えているんです。ですから。 私たちの教会がこれほど祝福されたのはその一つは、レイハイブの皆さんが本当に献身をして、よく祈り、主を賛美し、導くからです。そして彼らがよく祈って断食までするので、主の臨在が訪れるのです。毎週のように、ほとんど新しい人が来ますよね。過去に よく多くの方が私にこう言います。この教会に 初めて来た時になんかよくわかんないけど涙が出るんです泣いてしまうんですと皆さんが言うんです <laughs> 僕は私はこう言わない <laughs> 自,分、まあ、自分の説教で人々が泣いているって <laughs> <laughs> そうではありません あなたの説教はよくわかりませんでしたと <laughs> おっしゃいます <laughs> ただ主の臨在が私の心に触れて私は泣いてしまったと言っています。So, <laughs> であなたの説教は私はお返しするのです。アメンの説教はよくわかりませんでした e おっしゃいま みなさん、共にいつも私は礼拝してますよ、ね、私 you know, the は祈りの中でののです、私は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 、のは、私こ私は、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 is t は、e は、私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 は、t は、私 e 私は、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 私 その背景はですね、支援の47編のその時代の背景は、イスラエルの民はバビロンに補修されて、その解放されて長いこと言ったんですけど、それは解放された,されたのです。<ラ>そしてその礼拝部、賛美礼拝部のコラ、 本当に叫んでしょを褒めたたえたんですね。主を褒めたたえよう。なよ、イスラエルのイスラの方々は、主を礼拝すること、を非常に重要にしますよね。 ダビデ王も非常に主を礼拝をする主を称えることを強調しました。そして、それゆえに彼は本当に神を礼拝する主を称えるそのように生きてこられた民族です。ですから神はイスラの民をとても祝福しました。 ダビデは王でありながらも本当に主を深く礼拝したのです。サウ,サウロという王によって彼は追いまくられていました。洞の中に入っている時もししかし彼はどのような時にも主を褒めた,たえました。 何事が自分に起ころうとも彼は主を賛美し続けたのです。ですから神はダビデをこう言いました。あなたは私の心にかなうものである。ですから神は彼を本当に祝福されたのです。

王政になりましたダビデはは全ての材料ですね、調達したのです。そしてソロモンの時代でソロモンが美しい神殿を,神の神殿を建てました。そしてこの神殿の中に死聖所が作られました。ホーリーホーリー。それは死聖所です。 カヴのナコ。のヴィナコ。カヴィナコ。カヴィナコ。神のィナコ。カヴィナコ。カヴィナカヴブナコ。カヴナコ。カ契約の箱がありました。シ聖所の中に。シセーの中に、そして神の幕マクヤをれたんですね。 神の契約の箱をこれました。そして、神の栄光がその場所を照らしたんです。その神の御臨在がそこにあったからです。この祭司たちが主を褒めたたえ続けると、 神の栄光がそこに降りてこられたと書かれています。そして、宮を栄光で満たしたのです。彼らは、主を褒めたたえ、立つことができないほどに神の臨在は非常に力強いものでした、ものすごい力強い主のるご臨在があったのです。

しかし、最初は良かったんですけれども、ソロモンは後になって神の前に悪いことをしました。多くの妻をめとったのです。で他の国々の偶像を拝むようになりました。そうすると、神の御臨在はその場所から去って行かれました。 多くの問題が起こり始めました。国々は分裂をし、戦いおがりました。アシリアが攻めてきました。アシリアが攻めてきました。バビロンも来して、バビロンました。ついに、 イスラエルの国はバビロンの保守になって捕らえられたんですね。But God was merciful. 神様しかし哀れみ深い方だ70年後にクロス王という方を立ててキング・サイロスイスラエルの国に クロス王はもう一度イスラエルの民を神に立ち返らせたんですね。そしてもう一度神殿を建てて、そしてもう一度から美しい神殿の中で主をた,たえました。その支援ですからその後バビロンの保守70年後にイスラエルの民は解放されたんです。 それを人々はたたえているこの章です。どんなに喜んだでしょう。70年、保守、バビロンに捕らえられたため、解放されて、主を礼拝するようになったんですね。だから、それでこの主をたたえたんです。皆さん、主を賛美するところに、神の臨在が来るのです。 そして神の御臨在が来る時には神の祝福がこだってきますそして霊的にあなたを引き上げられてきますそしてどのような状況でも神様はあなたを引き上げていくのですそして神様はあなた 国々もそのようにすると引き上げられた国になっていくのです。そしてあなたはこの世界を影響する人になるのです。ハレルヤ。ハレルヤ。皆さん 常に主を礼拝するもの、主を賛美するものになりましょう。この過去の二三年。ですが、私たちはこの教会でどのような時にも。主を礼拝しましょう。主を賛美しましょう。このようにしてきました。この二三年、私は。 主に感謝を捧げましょうということを非常に強調して2、3年やってきました。そして皆さんにこの365日感謝の本を買って読んでくださいって私はお勧めしました。ジョン・クワンという先生の書かれた本です。これを私は非常に祝福しました。 毎日、しうしゃんびし、しゅにかんしゃをさる。そしたら、コが非常に positive、テきになりました。 アメンゲン。ありがとうございます。特に私の素晴らしい奥さんとの関係がもっともっと素晴らしくなりました。Her, 前私はあんまり自分の妻の存在をあまり感謝してなかったと思います。特に私んなかったと思います。特に私はあんりましたり私はああんました私はあんまり私あんまり感謝してなかったと思います。りしたり <laughs>、uh, ネガティブなポイントに目が行ってしまったり、しかし、自分の奥さんのために、私を賛美し感謝するようになったら、彼女の良い面、肯定的な面がたくさん見えるようになりました。 私の頃はもっと本当に和らかいで嬉しくなりましたね。<laughs> sweeter sweeter. <laughs> 私たちのこの関係はもっと喜びに満ちたものになりました。そう、2nd honeymoon started to c o m e o n d honeymoon になりましたよ。ハレルヤこれ本当ですよね。You know, when you give あなたが誰かに対して感謝をしだすとあなたのその方との人間関係はとても良くなります。あなたの人生のすべての分野において感謝をするしてみてください。ポール、アストポール、彼はエスパートしですから、 あの主とパウロは私そのその感謝をするエキスパートですね。パウロはどのような状況の中、例えば彼は牢屋の中にいられたこともあります。しかし牢屋でさえも彼は主を賛美したのです。主を褒め続けました。and so、God そして彼の人生にすべて多くの奇跡を主は起こされたんです。そして彼は勝利者になりました。と人々にこう語りました。いつも喜びなさい。常に主を褒めたたえなさい。すべてのことについて感謝をしなさいとパウロは言いました。 これがそうすると、神の恵みが来ます。すべてのあなたの人生のすべての分野において、あなたが感謝する人になると、あなたは変わるのです。難しい状況においても、 あなたは、勝者になることができます。あなたは、ハッピーな幸せな人になれるのです神あが主があなたの人生に入ってこられます。あなたあなたの人生を祝福します。 私はこの世教を何度も何度もさせていただきました。まあ、今年、もっとしましょう。<laughs> that, okay? 皆さん、やりましょうね。賛否しましょうね。一緒に感謝をしましょう。<Amen. S 1> なぜなら、私の取り巻く周囲は、もっともっと暗くなるのです。 The Bible 聖書の予言によりますと、私たちは終わりの時代に突入しているのです。Ied, sickness, emics, emics もっと恐ろしいですね。病気も起こるのですと言っています。 ももっともっととさらに戦争も起こると言ってます。Well, <who> 誰が知ってるでしょうか。Attack, もう日本も中国や北朝鮮の脅威もありますね。そして食糧難が来るでしょう。そう言われてます。 多くの問題が私を襲うと思いますこの世が暗くなるにつれて人々はもっと鬱になっていくのですしかし教会は主を賛美し続け礼拝し続け上がっていくのですこれは 私たちは一つの翼を賛美する翼にしましょう。もう一つの翼は人々を祝福する翼になりましょう。皆さん教会は世の光であり、地の衆ですね。アメああ。アメン あなたがこの地上の光なんです。地 <Now, S 1> の塩なのです。Now, uh, still, s very, <S 皆みなさん、私たちは、ウクライナ戦争が今も続いていることを知ってますよね。本当にめな状態です。もう本当に惨めな状態です。え、めな状態です。 多くの方々が死んでいます。もう傷ついています。もう本当にいろんなものが破壊されてね、恐ろしいです。しかしこの、この時代にあって、ウクライナの教会は一緒に用いられているのです。皆さんにビデオをお見せしましたね。ウクライナの教会はです、ね、地下室があるそうです。 そしてそこで礼拝をし続けているのです。そしてそこの傷ついた人そして孤独な貧しい人々が教会が助けてですね。ねその地下室にみんな住んいでそしてしいるそうでけてです。そそでのでるそです。で それ彼らを提供してるんですね。それ食べ物をあの供給し。そして教会はその時代たくさんの人々を助けてるそうです。そ,ですそれで多くの人がクリスチャンになって、ウクライナでリバイバルが起こってるそうです。皆さんビデオをお見せしましたね。Uh, 台湾、i w c h u r c h 台湾から送られ o k u r a Kyoka Kyokura.We have a sister church in Taiwan.Taiwan, your t e s t r chachi, s h i m a a n d Pastor Nick Niku sensei, h i s, <S、uh, name is Nicholas Kurshinsky.Nicholas Kurshinsky, you s e n s e a c t u a l l y he's a u k r a i n i a n Canadian. 彼はウクライナ系のカナダ人ですね。ね、so, uh, uh, この台湾のニクセンセの教会、ウクライナの教会を一生懸命助けています。そしてお金を資金を送っているのです。So, そして私たちもその教会を一緒に助けてですね一緒になってウクライナの教会を支援させてもらっています昨年私たちは皆さん一緒に捧げた献金を3度ほどですね研究させてもらいましたウクライナの方々のためですそれで彼らは本当に

方々がお休みしているのを気がついていらっしゃると思います。沖縄にまだあのコロナの、ね、感染が多いですよね。でも皆さん来てくださって励まされてます私たちは、共に礼拝をしていることができて感謝です。 Anyway, those uh, medical people are 皆さん今、この困難な時代に医療人の方々は人々をとても祝福しています。教会にいるたくさんいらっしゃるね、医療人の方々をとても誇りに思います。感謝します。からね、感謝しましょう。メディカルのね。はい、たくさんいますよ。はい、エドワード先生はあのお医者さんですよ、というの弟、ね、<Yeah. S 1> も、yeah. 軍の病院の薬剤師の方ですよ。たくさんナース、ナースもこの教会には15、16人いらっしゃいます。We have some people who are working for our church school here.And in our church school, some students are not Christian.Watasha のチャースクールはミシンジャーの方々もいらっしゃいます。Christian じゃない両親ですね。 私たちはこの世にいるんですね。私たちはこの世にいるですね。私たちはこのいる方がたくはん来いるのですはいるですら私たちはこの世にいるんですね。私たちはこの世にいるんですね。私たちはこの世いるんしすね。

People in the world. はい。そして、そういう困っている方は、ねね、助けています。You can be a blessing to the people in your own working place。みなさんは自分の働く仕事はで,、ね、できるともいます。Yeah. Uh, brother、uh, Takamine, he is now、uh, trying to establish、uh, the handicapped、uh, 高めの兄弟がですね。これからまた障害者の子どもたちのための施設を今作る計画をしています。この働きは多くの人々を祝福する仕事ですね。 神様はお一人一人を祝福の器として持ちたいと願っていますこの新たな経験やあなたが持っておられるリソースをお持ちになります私たちは中国から来ている方々もたくさんいらっしゃいます私は神様は私たを助けたい 中国から沖縄にこうして来られる方々をね、あなた方が祝福し、彼らのための主はあな持ちまって、いろんな国々の方々が好きで、神様お一人一人も持ちます,す。ですから皆さん、今年はどのようにして人々を祝福するか、お祈りしましょう。 この一つの翼は3秒し、もう一つの翼は人々を祝福する、そのような生き方を今年しましょう。So so、この二つの翼を用いましょう。今年、そのように生きていきましょう。主があなたに語られることをそしてしましょう。 皆さんどうぞお立ちください主を賛美しましょう